では早速プロの皆さんに質問がありますのでちょっとご紹介したいと思います。40代女性の王さんからの質問です。普段仕事柄着物を着ています。その着物をきれいに着るためにお腹の浮き輪が邪魔なんです。長い間浮き輪ちゃんが私から離れていってくれないんです。ウエストマークのためのアドバイスをさまざまな分野の専門家からアドバイスいただけないでしょうかというご質問が来ています。ちなみにこの王さんは毎朝3分間2セットのトランポリンを毎朝20分以上のチャリ通勤、腹筋エクササイズもたまにやっているそうです。まず最初にちょっとお答えいただける方よろしくお願いします。はい、パーソナルトレーナーの佐藤先生よろしくお願いします。はい、お腹の浮き輪ということで運動もされて素晴らしいと思うんですが、まず僕が見直すべきの点はですね、やっぱり高温の食事改善、運動だけで体を変えるっていうのはかなりです、もうアスリート並みに大変なことですので、その食事と運動の両輪を絡めることで効率よく落としていけるんじゃないかなというところが1点目です。で、やっぱりトランポリンとか自転車通勤とかもいいんですけども、負荷が少し軽いので、いわゆるこう、筋トレというか強度の強いエクササイズをおすすめします。で、最後3点目がですね、背筋がピンと伸びてる方がお腹周りのお肉も刺激が入ると思うので、やっぱり背中とかが伸びるような姿勢に特化した強度の強い、いわゆるこう筋トレを絡めていけたら、より効率的に効果の発揮させることが可能なんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございます。改めてなんかその王さんに運動したらいいかって、ちょっとその場でなんかできそうなものありますか？今ですと、まずですかこのお腹周りというのと全身運動である足のエクササイズのスクワットと言われる運動がいいと思います。背を張って、手は頭の後ろでも前でも手が整えれば問題ありません。息をしっかり吸って、お腹に張りが出るくらい深く吸って、そのままお尻を落とす。20回セットほどが、これがもう一番もうバンドのエクササイズですね。これが一つですね。あとはタオルなんかがあると、そんなタオルなんかがあればピンと腕を張っていただいたままバンザイ、これを肘を耳より後ろに大きく引く、そのしっかり息を吸って、こんな簡単な運動ですけど続けることの威力はありますので、そうすると腹筋はしっかりこう可能です。ちょっとです。素晴らしい。じゃあ佐藤先生が言うのは、もうメインはスクワットとこういう背中を使うトレーニング。はい、この姿勢に姿勢とっていうことであれば、お腹と姿勢を見たところで、この2種目をまずはというところでいいかなと。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。では続きまして、じゃあ久本先生お願いできますか？はい、薬剤師の久本先生。はい、今佐藤先生の方からもお食事の話ありましたけれども、特に私のは運動の、指導は他の先生にお任せして、食事ですよね。やっぱりウエイトって大きいなって思います。で、内容もそうなんですけれども、食べる時間ですとかね、その後寝るまでどれくらいあるのかって、やっぱりちょっと大事かなって思ってます。お仕事が遅かったりで、その後帰ってきて疲れて、食べる食べる食べるって、今日1日分のご褒美だぞって言って食べて、もうその後バタンキューだと、やっぱりちょっとその後その食べたものが体についちゃう可能性が大きいかなって思います。それとお水ですね。良質なお水はちょこちょこ適度に、特に少なすぎずに、飲まれる方がいいかなと思います。体からいらないものを出すときっていうのは、お水はすごく大事なものなので、むくんでしまうとか、そのあたりまではするとちょっと取りすぎの場合もあります。人によって体質も違いますが、ある程度の量のお水はしっかり飲むこと、それと先ほど言った夜のお食事、寝る前のお食事、時間ですとかそのあたりも気をつけて
やっていただくとよろしいかなと思います。はい、ありがとうございます。先生、2つお聞きしたいことがあるんですけど、はい、よく寝る前に食べると太るってよく言うじゃないですか。その何時間前までっていうのは何かありますか？あの、量にもよるんですよね。理想は寝るときにお腹の中に何にも入ってなくて空腹で寝れると寝てる間に消化をする必要がないので代謝酵素がしっかり働いてくれます。そこで脂肪が落ちたりですとか体が修復されていくので、できればお腹が空いた状態で寝れるといいんですよね。だから本当に時間が短ければ量を少なくするし、寝る前までの時間が長ければちょっと夕食多めに食べてもいいかもしれないです。なるほどなるほど、はい。あともう一つ、このお水の具体的な量目安を教えていただけるとありがたいなと思います。 1.5 リットルとか2リットルとかおっしゃる方もあるんですけれども、これはね本当にこう個人差があるように私は思います。で特にあの漢方とかでね、体の体質を見させていただくと、下ベロですよね、ってするベロに水分の状態って現れると言いまして、まあ、ちょっと多めに飲んでみて歯の下の周りに歯型、歯がねガタ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 って心臓の周りについてると、それはねちょっと取りすぎ、うまく水が使われてない状態になるんですね。なので朝起きたりした時に歯を磨いたりお化粧をね女性の場合される、そんな時に赤べーって舌を見てみてください。そうするとあのご自分の体の状態っていろんなことが分かってくるんですね。ただね、むくみやすい方はそんなに取ってなくてもそうなっちゃう時もあるんです。ですから、そしたらちょっとむくみを改善するとかね、そういうこともあるんですけれども、ひとまずちょっとそれを目安にしていただけるとよろしいかなと思います。面白い、ありがとうございます。歯型ってですね、その発想僕一回も初めて聞きました。面白いです。そうですか、はい、ぜひぜひちょっとあのご自分であっかんべー見てみてください。日によって違うので下の状態ってあの特に飲みすぎた翌日とか暴飲暴食しないで寝た翌日の舌って全然違うと思いますので、ぜひぜひ観察してみてください。ありがとうございます。すごい面白かった、はい。それでは続きまして、誘導選手の桜井先生はい、よろしくお願いします。お願いします。もうすでに、はい、はい、柔道整復師と、あと鍼灸師と、あ、針を打つ人ですね。あとは、スポーツアスレティックトレーナーって言って、まあ、スポーツ選手が怪我した時に対応する人っていうのと、あと栄養コンシェルジュって言って、まあ、食事の指導がしっかりできる、まあ、それも、まあ、講師としてお伝えできるぐらいのレベルまで持ってるのと、あとあの運転免許オートマ限定を持ってますまあ、資格の話を聞きたいです桜井先生からの視点で何か面白いのありますか？もうすでにお二人が伝えてくれたのが本質だと思って聞いてました。で、まあ、そんな中でお二人が話してくれたところを体の中で起きている現象を、まあ、なんか説明できたら、よりこうその王さんにとって納得感があって、うん、あのやり方に取り組めるのかなと思って、この辺お伝えできればなと思いました。まずその佐藤先生が教えてくれたこう背中の運動ですね。お腹落としたいのに背中かよみたいな感じがもしかしたらあるかもしれないと思うんですけど、実は背中の筋肉って、まあ、最近こう流行って多分皆さん知ってるワードで筋膜っていうワードがあると思うんですけど、実はその背中の筋肉ってその筋膜をこう細かく細かく見ていくと、最終的にお腹の腹筋のところまでこうつながってるんですよ。でそのまあ、モデルさんだったりボディービルでこうやってる人とかって、最後の最後やっぱその浮き輪のところが取れない、それで結構腹筋とかやるんですけど、実は背筋が弱いせいでその最終的なその浮き輪のところが取れてこないっていうことがあるっていう風に、最近分かってきてるんですね。なので佐藤先生が教えてもらったお腹周りだけど背筋っていうのは本当にそのトレーニングを教えるプロならではの視点だなと思いました。で福本先生のその食事夜寝る前っていうのが、僕が読んだ論文とかだと、まあ、大体3時間前ぐらいっていう数字が出てたんですけど、もう一つ結構面白いなと思うのが太陽ですね。日の入り何時間以降は太りやすいっていう、そういうメカニズムが体の中にあるんですね。
なので冬場は日の時間が短いから太りやすいっていうのは太陽の日照時間が短いっていうのも関係してきているので、寝る前何時間も一つ必要な考え方なんですけど、もう一つ日の入りの2時間後はもうほぼほぼ代謝はもう起きてる時より落ちてしまうので、その日照時間っていうのを少し気にしてみるっていうのもいいと思います。いやありがとうございます。ありがとうございます。いやめちゃくちゃ深いですね。自然の摂理に合わせて季節によって取るべき時間も変わるっていうことですか。まさにそうです。いやこれめちゃくちゃ面白い。この視点は僕全く考えたことなかった。面白い。ありがとうございます。ではリンパセラピストの吉山先生お願いできます。はい、まずお腹周りだったらこれ結構冷えてる方多いんですけど、あんまり自覚がない方が多いので触ってみるってことをお客様だったらお伝えしてみます。まず触ってお腹の二条肢部分が冷たいのか、下の下腹部なのか腰回りなのかとか、いろいろまず触ることが一つ目ですね。で冷えてるところに脂肪がつくので触ってみてこう冷えて手が温かく感じるところをマッサージでほぐしていくんですけど、皆さんマッサージするとお腹ってどう締まります？お、佐藤先生合ってますね。結構皆様このまま浮き輪をクッと持つような感じでつまむ方多いんですけど、皮膚の筋肉って前に伸びやすいっていう性質があるので、そうつまんでちょっとたるみになっちゃうんですよ。なので縦に揉むって感じで今冷たかったところをちょこちょここうつまんで揉みほぐしてあったかくして血流よくしていくっていうのを伝えています。セラピストさんとかがエステとかでマッサージをしてくださるじゃないですか、うん、そうするとよく脂肪が燃えるよって言いますけど、やっぱり硬いままだったらいくら運動してもなかなかやっぱ脂肪燃焼しにくいってことなんですか。先週ですね、硬い脂肪はやっぱり燃焼しにくいという性質があるので、まず柔らかくしてから運動とかはおすすめしています。なるほどなるほど、はい、冷たくて硬いところを縦にほぐすっていうのがポイントなんですね。そうですね、縦にほぐすのがポイントです。初めて聞いたことです、はい、すごい、ありがとうございます。いいえ。僕はボディメイクトレーナーをやってるんですけど、僕が王さんにですね伝えたいことは、もう腹筋を鍛えるということではなくてポイントはお腹の柔軟性です。僕はお腹を柔軟にすることがポイントじゃないかなと思います。これどういうことかというと、ちょっとお餅をイメージしてほしいんですけど、人間の体ってお餅みたいに上と下をギュッと伸ばすと真ん中であるお腹が細くなるじゃないですか。僕はずっとそのお餅理論お餅理論って言ってるんですけど、縦に体を伸ばしてあげる。だけどお腹が硬いと縦に伸ばそうと思ってもなかなか伸びてくれないじゃないですか。なので僕が一番、おすすめしているのはバンザイです。手に体を伸ばす、耳の後ろに伸ばして息を吐きながら横に倒すという運動ですね。これ息をふーっ吐き終わったら鼻から吸ってふーこうやって特にお腹のこの横ですね、ここが伸びてくれないとどうしても仲間が佐藤先生が言ったみたいにいい姿勢取りづらいと思うし、縦に伸びてくれないと思うので、まずお腹の柔軟性をつけることをご提案したいと思います。よくグラビアアイドルってみんな佐藤先生とか桜井先生もよく見られると思うんですけど、このちょっとその水着を着た写真手を上に上げてません？こうやってカメラマンが指示して綺麗なウエストとかくびれを出させるんですね。でもやっぱりどうしても姿勢が悪くなっちゃうと下っ腹とかつるむんですよ。なので絶対そういう姿勢では撮影しないという絶対ルールがあるんですね。なので僕は基本はやっぱりそのバンザイとお腹の伸びっていうところにポイントがあるかと思います。英語でラブハンドルっていう言葉聞いたことありますか？皆さんある方もいらっしゃると思うんですね。で要は女性と男性がこう抱き合った時、もしくはこう横に手を回した時に腰にちょっと軽くつまめるものがあるじゃないですか。でちょっとつまめるぐらいふやかな方が性的に魅力があるらしいんですよ。なので浮き輪もちょっと僕は愛してもいいんじゃないかなと思います。これも可愛がりつつ自分の体をもう大切にしてもらえればなっていうふうに思います。それが僕からのシマドバスです。以上です。ここまでの話でなんか皆さんそれぞれの専門家に聞いてみたいことがありますか？はい、
皆さんに言っていただいたように、まあ、食事だったり、まあ、水分も僕も指導の中ではかなり重要視するんですけど、どういう段階で、まあ、消化されてとか、桜井先生が言ってくれたような内容っていうのは多分こういう機会じゃないと聞く機会ないと思うので、なんで桜井先生に少し食べたものがどういう過程で、まあ、消化吸収されていくかお伺いしたいです。したら、まあ、人間食べるんですよ。で、食べてそこから胃で消化されて腸で吸収されて、でそこから体の中を巡って栄養素って使われるんですけど、今回の話で言うと浮き輪ということでお腹周りの脂肪が今気になってるっていうことなんで、そこに実は直接行く栄養素ってあるんですよ。例えばタンパク質って食べて吸収されてで筋肉になるっていうのはすごく分かりやすいんですけど、それ以外の他の栄養素で直接お腹の浮き輪のところにもうダイレクトにドカーンっていく栄養素っていうのがあるんですね。それが炭水化物の中の果糖っていうある一つの糖質の名前なんですよ。で、そんなこと言われてもよくわからないじゃないですか。なのでお菓子に入ってる砂糖だと思ってください。その甘い砂糖っていうのは食べる胃に入るで腸から吸収されて他のところ回らずに思いっきり浮き輪のところの脂肪にドカンと入っていきます。なのでその炭水化物、まあよくご飯一杯砂糖何個分みたいな感じで書いてあることもあるんですけど、実はあれ表現はもう正しくなくて、ご飯は全身のこういう皮下脂肪とかに行きやすい。で甘いもの、まあ、砂糖に例えられるんですけど、砂糖はお腹周りの脂肪のところにダイレクトに行く。まあ、お腹の脂肪のつきやすさでいうと、ご飯と砂糖だったら砂糖の方が3倍お腹周りの浮き輪につきやすいというふうに言われているので、食事をいろいろ考えていく中でその甘いものって言ってもね、まあ、果物とかはまた食物繊維とかいろんな他の栄養素と一緒に入ってくるのでまたちょっと違うんですけど、まあ、やっぱりお菓子とかね、まあ、どうしてもね減らしたい場合は3倍お腹につきますよ、それでも食べますかっていうことを、まあ、分かった上で食べ物をこう見てくれればいいと思います。でどうしても食べたい場合は先ほど話した太陽の関係から一番日が高い時、お昼に食べるんだったらまだそのつきやすさも減ってくるので、まあ、どうしても食べたい場合はお昼に少しはいいんじゃないですかねっていうことはお伝えするようにしています。なるほど、お答えになりましたかね。バッチリです。ありがとうございます。あとちょっと僕も聞きたいことがあるんですけど、これちょっと一人お答えしていただきたいのが、お酒との付き合い方、これちょっと皆さんなんかアドバイス意見いただける方いらっしゃいませんか。桜井先生、まあ、これもねまたさっきちょっと細かくなるんですけど、お酒飲むと肝臓はお酒を燃焼するために肝臓が頑張るんですね。で肝臓ってそのお腹周りの脂肪をこう燃やす機能と、あとはこうアルコールをこう倒す機能ってこう一緒にやるんですけど、一見アルコール入ってくるともう害だからアルコールの方にバラッてやんなきゃいけないんですよ。ってことはこっちの脂肪を燃やすっていう機能をちょっと一回置いといて、こっちにガーってなるんで、アルコールはやっぱ飲むとお腹周りつきやすくなりますっていうのを大前提として、それでもやっぱ飲みたいじゃないですか。なのでアルコールをなるべく体から早く外に出せればいいと思うので、僕がお伝えするのはアルコールと同じ量のお水を一緒に飲んでくださいっていうふうに伝えます。チェイサーですよね。でそれでどうにかおしっこでも早くアルコール出しちゃうのと、あとはトマトを一緒に食べると肝臓の機能を助けてくれます。なのでおつまみとかで冷やしトマトはもう必ず目の前に冷やしトマトは置いといてください。ない店には入らないでってそこまで言わないですけどそういうのはお伝えするようにしていますので、まあ、飲まないのは無理だから、まあ、飲む時にどうにか肝臓ちゃんを助けてあげるように頑張りましょうねみたいな感じでお伝えしています。具体的なアドバイスありがとうございます。で僕もちょっとよくボディメイクの時に聞かれるんですけど、そのお菓子とお酒もうどうしても特に女性はいやもう理屈は分かってるんだけどどうしても食べたいと、こんなところ分かってくれよっていろいろ言われるのが結構で、その中で一応、お聞きしているのが、どんな時にお酒美味しいと思いますかっていう質問をします。そしたら、まあ、大体多くの方は
誰かと一緒に楽しい話をしているときは美味しく感じますとか、まあ、これをお菓子もそうですね。あとはすごく一生懸命働いた後は美味しく感じますって言うんですよ。なので一応僕はその2つ、一生懸命働いた時と誰かと一緒に笑顔で楽しむんだったらいいんじゃないですかねっていうお伝え方をしてます。うん、よくそうですよね。そういう習慣なんですよね、うん、お酒とか甘いものってもうなんかついつい毎日飲むのが習慣になってたり食べるのが習慣になってる場合が多いんですけれども、こういう浮き輪問題が発生してそれをなんとか解決しようとしたい時には見直すといいかもしれないですよね。そうですね、で太るかも太るかもって思いながら食べると太るよって私はよくお伝えするんですけれども、うん、罪悪感を持ってたりとか、ね、それだったらもうしない方がいいじゃんってちょっと習慣変えてお酒も甘いものもお休みの日を作って楽しむ時目いっぱい楽しめばいいんじゃないのって、うん、そういう新しい習慣をここで身につけたらきっとそれは一生もののあなたの財産になるんじゃないですかってお伝えすることもあります。最高のまとめ方ありがとうございます。で、こうやっていろんな専門家のアドバイスがあって実際に選択するのは王さん自身ですから、ぜひこういうイメージをしていただいて、まあ、多分これみんな全部効果があると思うんですよ。効果がある中で実際に自分がやりたいものとやりたくないものがあると思うんですね。ぜひ王さんには効果がありあってかつこのやりたいと思うものからまずは始めてみてはいかがでしょうかという5人からのアドバイスでございます。本日はお忙しい中皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。また頑張ってください。頑張ってください。頑張ってお願いします。